およそ430年前に豊臣秀吉が植えたとされる唐津市の太閤桜が見ごろを迎えています。唐津市鎮西町の宝光寺にある太閤桜、高さ幹回りともにおよそ3メートル、八重桜の一種で佐賀県の名木百選にも選ばれています。およそ430年前、豊臣秀吉が名古屋城を築いた際、宝光寺は現在の場所へと移転することになりました。太閤桜はその侘びにと秀吉が伊達政宗に持ってこさせたもので、秀吉自ら植えたと伝えられています。この太閤桜は満開で今週いっぱい楽しめそうだということです。